こんにちは。チョッス。世界一。チョッス。世界一分かりやすいブレイクダンス解説。世界チャンピオンの伊勢くん。こんにちは。スーパースターの伊勢くんに本日解説してもらいたいと思います。お願いします。本日解説してもらうのは WDSF ブレイキン4ゴールドワールドシリーズ。まあ、ピンとこないと思いますけど皆さん。うんうん。まあ、オリンピック関係です。そうですね。WDSF っていうオリンピックを動かしてる機関がやってる大会、香港で開催された国際大会、はい、そこでなんと日本人のチャンピオン生まれました、はい、一心くん素晴らしいです。しかも決勝で尋常のウィングを倒して優勝されてます。しっぶしっぶしっぶ、いやマジでおめでとう、はい、今日はちょっと一星くんにそのバトルを見てもらって、はい、ちょっと解説なりなんで、うん、伊勢がこのバトルの動画見ました？まだ見てないんです。そのニュースだけは知ってたんですけど、まあね、あの女性の方はリコちゃんに優勝してた。日本人沖縄の、はい、ダブルで優勝しててすげーみたいな。見たいです。 見ましょう。見たいです。早速見ていきましょう。もう見ましょう。じゃあ行きましょう。はい、韓国のウィング、はい、ゼロじゃない方。そう、ゼロじゃない方。来ました、先行ウィングですね。 Let's go。決勝バトルなんで、もう結構体力もネタもだいぶ消耗してると思いますけど。2日間やってますもんね。そうか、2日間やってる。開催地は香港、トップロックですね。はい。うわー、もう、うん、おお、おお、高っ、バック中。バックも上手だから、うん、おお、フリーズ決めますよね。決めますね。うわー、細かい。うわー、いいっすね。飛び込みですね。シグネチャーですね。はい、で手足長いっすよね、この人。はい、おスタイルもいい。そう、うん、まとまってる、すごいまとまってる。これはファーストラウンドのウィングさんのムーブ、一石、はい、アタックムーブいきますね、これ。あー、いい、決めてきた。これは何、一石これ何なんですかね。足閉じエアーかロール、エアーロール、エアーからエルボーいって、これマジビジョンの時も炸裂しましたよね、うん、すごい、うん、足振らないと普通できないですかね。そうですね、エアーってね、足振らないとできないですよ。お、私歌ってる。見たことない、見た。うわ、ダイヤモンドイヤーですか、あれは。おー、足閉じ系多いっすね。足閉じ系多いっすね。シークマシグネーチャーになってるのかな、それが。ネタ増えたっすね、彼。あー、確かにビシュンって見ないネタ。おー、はい、これがワンラウンド目。なるほど。はい、ここまだ本当はバトル続くんですけど、ここで一回勝敗見てみましょう。ちなみに一斉君的にはどうでした？全然結果とずれてる。めっちゃむずいっすね。どうだろう。いやー、マジで分かんない、ま、あ、じゃあ一星くん分かりません。結構マジで分かんないです、これ。一星くん分からない。じゃあちょっと見てみましょう、一回画像で。6対3で一星くんですね、はいはい、おお。まあ、その最初のアタックの印象はやっぱり一星があって、足閉じエアです。はい、スキルで決めてきたっていうのもあるし、うん、でもまあウィングもその悪くはなかったというか、うん、しっかり内容あって決めるとこ決めててみたいな。確かに現にウィング君も3票取ってますからね、はい、だからその本当にこれ難しいバトルだったんだと思います、はい、じゃあ一星君が分かんないって言ってるのは、ごめんなさい、正直マジで分かんない。私どっちも良かったようですよね、うん、じゃあ続いて2ラウンド目、はい。なんかバトルしてる感っていうのはなんか一星の方が今見える。ああ、落ち着いてこうやってる感じですね、今は。おお、うん、ちゃんと遊び回って。確かに独特の、おお、マニアックフリーめっちゃマニアックですダイナミックさとマニアックさを持ってますね、うん、でもちょっとあれだな、ちょっと浅かったです、フリーズが最後の。お、内容も、はい、内容というかその勢いがなくなってきました、なんか少し。そこをアクロバットで入ってきた一心、いいですね。アタックが毎回しっかりしてるというか、ブロアップがちゃんとあって勢いありますよね、一心、うん、ベビーウィンド、うんうんうん、何枚ぐらいやってんだろう。あー、いいですね。あ、遊びやるんだ。おなるほど、おなるほど、わからん。いやいや、分かって、少し分かって。あ、でもこれは一心ですね、僕が挙げるだとしたら。一心、その勢い的なものですか。確かに5-4で、はい、5-4一心くん、うーん、そう、難しかったです。内容を見るなら詰まってたのはウィングの方が詰まってる感じがあって、うん、でも勢いとかそのスキル
の部分で見ると一心のが上だったのかなっていう、うん、これは難しい。このラウンドもさらにさっきより僅差ですかね、はい、ラウンドも1票差、うんうんうん、最終ラウンドじゃあいきましょうか、はい、でもこの時点で一心が勝ちってことですよね。要はそうですね、勝ってます、うん、すごっ。じゃあ最終ラウンド、はい、ラストラウンド、はい、もう一心君が勝ち確定していますが、うん、ちなみに本人たちはこれ知らないですか、ね、うん、まだ分かんない、はい、いきます。本人たちもこれ、ま、難しいだろうな、どっちなんだろうみたいな。確かに、はい、はい、ラストラウンド、ね、おお、うん、うん、ま、おお、しっかり、おーおーおお、オリジナルスピン、うん、こう細かくてしかも難しい、うん、リスキーなこともしっかり、おーマニアック、あ、ここでシグネチャーマシー最後、おーダメ押しの、あ、うん、さあラストムーン、はい、疲れたんすねこれ、いやしんどいよ、そりゃしんどいっすよ、うん、頑張れ頑張れ、さすがに疲れがちょっと見えますね、うん、ちょっと確かに、うん、勢いちょっと、お、勢いはファーストラウンド、セカンドラウンドでちょっと失速した感が、うん、おお、うわほほほ、細かいことやってる、おお、あ、ちょっとこれはこれし、うん、どうなんだろう、あ、ね、新ネタっぽいのに行こうとしたのか、おお、いいっすね、でもいきなり勢い出始めるな、すごい、はい、ああ、ちょっとミスが目立っちゃった、ミスがバイバイってやってる、うん、はい、うん、まあ、3本目はウィングかな、あー、なるほど、さすが、うん、ちょいミスが、結果見てみると、ほう、一番下の段なんで、あ、もう8対1、うん、で、うん、ウィングさん、そうですね、最後ぐらいの内容がある動きがずっとコンスタントにできてたら結果変わってたかもしれないですね。またそこはなんかこう、もう序盤にバーって、うん、スキルとかしっかりシグネチャー出してた一心、うんうん、ニューシットもしっかりやってたし、何よりやっぱ勢い、バトルの中のそのバトルの勢いっていうのが一瞬は見えてたんで、もう最後はなんかシンプルに疲れたよな、なるほど、そりゃ疲れた、頑張れ一瞬で、頑張れ一瞬でこれ3本踊り切ること本当にすごいから、そうですよね、この日多分10分以上多分やってるっすから、やってると思いますね、きついですよ皆さんマジで、ブレイクダンスっていやこれはめっちゃあれですね、うん、難しいバトルでしたね、はい、確かにファーストラウンドセカンドラウンドはかなり、うん、一心君がファーストラウンドセカンドラウンドでこう出し切ったから勝てたかもしれないです、うん、いやもうなんか出し切ったって感じだったもん、その代償でそう3ラウンド目にちょっと疲れが来たのかもしれない、そうですね、こっからまた多分体力とかつけてってなるんでしょうね、うん、でも勝ってるんでかっこいいっすよ、やばいっすね。ちなみに一心君と一心君ってバトル一緒に出たことないですね、一緒にはないと思います、バトルはしたことあるけど、バトルはしたことあります、はい、僕の要望です、誰かの一世&一心組ましてなんかバトル海外呼んでください一世&一心いいかもですね、面白そうですね、個人的に一世&一心、あ、面白そう、一心全然めちゃめちゃ仲いいんで、あ、はい、本当に一心ずっともうなんだろう、成長が止まらないというか、ずっとなんか新しいものやったりとか、そんなもんできたんだとか、魔法も多分ですよ、うん、今完全にバトルもなんか最近また上手になってるというか、遊びもし、まあ昔から遊べるタイプではあったんですけど、確かに一星君が言うようにニューシット、はい、新しい動き増えてます、増えてますね、一心はでも見るたび増えてんだよな実際、すごいな、好きですなる、はい、ということで、はい、ウィング VS 一心、はい、キーフォーゴールドの、すごい、おめでとう、よく頑張ってことで、一心オリンピック行けんじゃないかな、どうなんだろう、いけると思う、まあ、範囲内、うん、県内入ってますよね、出場できる県内に、はいはい、このままこの調子でいったら多分あるんじゃない、と頑張ってよご飯行こうな、今度ご飯行こうな、オリンピック前な、はい、ということで以上です、以上です、ありがとうございます、マジでおめでとう、はい、また皆さん何か解説してほしい動画があったら、そうですね、コメント欄にください、はい、できれば海外のバトルの方がいいですできればできれば、はい、いろいろ兼ね合いがあるんで、はい、いろいろ兼ね合いがはい、ということでチャンネル登録よろしくお願いします、それではまた、一席ありがとうございました、さよなら。抜け去った。